お帰り。ご苦労であった。家の者が外から帰ってきた時、このような言葉を言うらしい。お話？主も師匠のように雑談が好きなのか？いいだろう。修行以外にも師匠は会話術について教えてくれた。だがほとんど師匠が話しているだけで、我は聞くだけだったが、せっかくの実践機会だ。遠慮なくかかってくるといい。ああ、会話は法術修行と異なり、具体的な教えはない。ただ師匠は、会話の目的は情報伝達ではなく、場の雰囲気を整えたり、感情を深めたりすることだと言っていた。恥ずかしながら、我はこの分野において才がない。師匠から何も学べなかった。仙人たちと我の間にある師弟の情は特別なものだ。会話を通して深める必要もなかった。あの者たち以外に、我は友と呼べるような相手はいなかったのだ。だが、師匠から主についての話を聞いたとき、我は面白いと思った。ああ、皆に大英雄として認められる主だが、過去には慌てふためき、挙句の果てに軍玉閣を。顔が赤くなっているな。この話題に感情を動かされたからか？どうやら師匠の会話術には効果があるようだ。わかった。今後は我も師匠からもっと主について聞こう。我々、そうだな。主は隣にいるのだ。そう面倒なことをする必要もなかった。では、主のことをもっと我に教えてくれ。